ミニドラマ OL ちゃんと村山社長のロマンチックモーニング第68話。社長失礼します。おう菊ちゃん。うわ社長、今日のコスプレ。あ、気がついたか。そりゃ気づきますよ、その格好。鬼滅の刃の、うん、見た通り主人公の妹禰豆子ちゃんじゃ。それだけはやめてくださいって先週言ったじゃないですか。安心しろ、ちゃんとすね毛を剃ってきたぞ。ほらツルツルじゃ。それはそれで嫌です。菊ちゃん、社長、菊ちゃん、社長、菊ちゃん、社長。それにほら今回はちゃんと竹筒代わりのちくわも加えておる。っていうかちくわ加えてるのになんでそんなにクリアに喋れるんですか。男の努力ってやつかな。努力は仕事でしてください。いやいや、このちくわがね、腹が減ったら食べられるからね、理にかなっとるんじゃ。うまい。うまいじゃなくて、社長、例のスイッチはどこなんですか。わし自身を戒めるためにあえて設定した足の裏こちょこちょスイッチのことか。あれはもうものすごくこそばよくて、さすがの禰豆子ちゃんでも声を上げて笑ってしまうほどじゃ。いやー恐ろしい。その壁に隠しボタンがある。しかし絶対に押してはいかんぞ。もう一回全集中雷のくすぐり。あーし、しびれて、しかもこそばゆいしびびびびわいやよせーしびびびじよく動きますね、口が。そんなしびびび、はい、まあなんていうかな、僕は役者だからね。ああ。これをやっているときはね。そうです。なんか言いなさい。ということです。明日も朝から。